増山歌子は、日本のピアニスト、音楽教育者、旧姓、木下保の三女、東邦女子高等学校音楽科卒。第16回全国学生音楽、コンクールピアノ部門高等学校の部第1位受賞。東邦学園大学音楽学部ピアノ科卒業後、ソルフェージュ部会に所属。ミュンヘン国立大学留学後、専属学園音楽大学マスタークラス修了。大島正康、小林仁、ローズル、シュミット、マックス・エッカーに師事。東邦学園にて、ソルフェージュ講師、専属学園にて、ピアノ講師を務める。門下生には、大竹かなえなどがいる。1974年のデビューリサイタル後、リサイタル4回、東京交響楽団との共演のほか、歌曲、合唱の伴奏を行う。特に真二、清、山田耕作、高田三郎、平井康三郎、段幾馬等の邦人作品を数多く演奏している。慶應義塾、ワグネル・ソサエティ男性合唱団、日本女子大学合唱団、成人女子大学グリークラブの演奏会でもピアニストを数多く務めている。また、1974年6月には、日立交響楽団第39回定期演奏会で、ベートーベンピアノ協奏曲第3番のソリストを務める。1981年から1983年、坂上昌子連続読唱会、大和言葉を美しく、真二、清歌曲の夕べに出演。他にも、邦人作品に限らず、ソロのピアニストとしても、各種演奏会に出演している。現在、洋楽文化史研究会会員。木下記念スタジオの主催として、邦人作品のサロンコンサートを行っている。また、木下記念歌曲研究会代表を務める長子の坂上昌子と共同で、木下保の提唱した、大和言葉の伝達、普及に努めている。A.B. 増山歌子。Webcat プラス2020年2月16日閲覧。A.B. 入賞者一覧。全日本学生音楽コンクール。2020年2月16日閲覧。A.B.C.D. 木下保指導による混声合唱曲集皿、東京放送合唱団、フォンテックライナーノーツハット A.B.C.D. ソプラノ、リサイタル、大和言葉を美しく、ライナーノーツ。指導者プロフィール。夢かなえ、江南ピアノ教室。2020年2月16日閲覧。木下保の芸術、高田三郎、真二、清合唱作品集。ブック、オフオンライン。2020年2月16日閲覧。合唱名曲コレクション。Amazon。2020年2月16日閲覧。ありがとうございます。